のコントー放出は取りやめ、リバプールが選手の放出を阻止。リバプールは1月にトップチームの選手に対するあらゆるオファーをブロックする用意がある。トレント・アレクサンダー・アーノルド、フェデリコ・キエイザ、遠藤航は退団しない。頼むぞマジで。信じるぞ。絶対に阻止してくれ頼む。全員残ってほしいし、キエイザは絶対ないやろ。アーノルドも絶対出したらあかん。シーズン中に何が起きるかわかりません。現在 PLCL ともに首位という現状を見ても退団してほしくないです。もちろん選手の意思が最優先なのはわかってて言ってます。キエイザはオファーすらないと思う。TAA はブライトン戦の守備継続できるならパーフェクトやけど、ブラッドリーの方が守備は上っぽいからその辺で文句言わないかって感じ。年末ぐらいから絶対遠藤が必要になってくる。これに遠藤含まれるの嬉しいな。遠藤は飼い殺しみたいなもんよこれ。ダブルハイを考えるなら出た方が良いけど、人生かかってる契約だから遠藤自身の気持ち尊重だね。これマジならリバプールは冬補強しませんって言ってるもんやぞ。スロットが戦力として見てないやつ売れよ。遠藤も打ってスロットに合ってるアンカー取ってこい。とりあえず TAA と遠藤は今年中は残ってくれそうでよかった。キエイザは本当に怪我だけ気をつけてほしい。CL 勝ち抜くなら遠藤の力は必要。放出されないなら精一杯頑張れ。